はい、どうもです。今回はですね、こちら赤まだら旗っていう食材ですね。ちょっとね、今日は僕テンション低いですっていうのも、これマジ悲しい。シェーバーで口切った。シェーバーで口切ることってあるやん。こんながっつり口切ったの初めてなんだけど、多分みんな気になると思うから一応言っといたわ。でですね、僕この赤まだら旗ずっと食べたかったんですよ。というのもですね、皆さん待望のシガテラシリーズでございます。はい。魚の毒にはですね、シガテラ毒っていうものがありまして、シガテラ毒に当たる危険性がある魚はですね、販売禁止になってたりとかね、するんですけども、なんとこの赤まだら旗、まず輸入禁止です。日本に海外から持ち込むことできません。そしてですね、東京とか北海道の市場はね、厳しいんで、自粛が要請されてますね。沖縄ではと言いますと、普通に売られてます。はい。全然当たります。もうこっちはね、シガテラとか関係ないからちゃんと売ってるから、食べた人何人もね、当たってると思う。そんなもんだよね。で、一応ね、シガテラ系で唯一販売が禁止されてるものがあるんですよ。で、みんなも結構知ってる魚だと思う。で、これがね、バラクーダ。で、バラクーダもね、いつかね、食べてみたいなと思ってるんですけどね。奴らね、つけない。怖い。あいつら怖い。釣れたらね、食べようかなと思ってます。ということで、今日はそんな赤まだら旗なんですけども、早速ね、観察していきましょうか。で、こちらが赤まだら旗の全体像になります。まあ、だいたいね、15キロぐらいですね、この大きさで。で、模様はね、名前の通り、まだら模様になってますね。で、普通のまだら旗よりは、ちょっと赤っぽいんですけど、多分ほとんどの人はね、まだら旗を知らないと思うんで、うん、そうなんて感じだと思うんですけど、もうちょっとね、このね、おでこがね、あるところとかがね、結構特徴的なんじゃないかなと思っております。で、ちなみにこいつはですね、漁師の友達がね、ついてきました。素潜りで獲れた魚ですね。で、まあ今回この赤まだら旗、普通にまあシガテラが危険ということで出回ることも少ないし、で、かつね、数も少ないんで、かなりね、食べるのは貴重な魚になっております。ワンチャン今日が食べるの最初で最後なんじゃないかぐらいのね、そんなレベルの魚になっております。はい、ということなんですけども、めちゃめちゃ楽しみです。味はね、すごく美味しいらしいです。ということで、早速さばいていきましょうか。装着いきましょう。はい、それではさばいていくんですけども、まずはすき引きをしていくんで、ヒレをね、取っていきます。やっぱヒレ硬いから取るのやめよう。あ、チクソ硬いわ。こういう魚はね、鱗がね、すごい取りづらいんで、結構ひっついてるんでね、すき引きでね、いきます。あ、結構すき引きやりづらい魚だな。かなり鱗は硬いぞ。はい、こんな感じでね、鱗は取れていきます。ちなみにさっきバラクーダが日本で販売禁止されてるって話したんですけど、まあ普通に売ってますよね。うん、知らずに売ってるんだと思う。わざわざこれ売っちゃいけませんよとか言わないけど、俺は普通に売ってることありますね。このね、背中の端っこがね、取りづらいんですよ。お腹の先っぽの部分が角度がね、こんな感じになってるんで、こう包丁を当てなきゃいけないんですよ。いいだろう。反対側や。よし、完成や。洗い流していきましょう。でね、すき引きは細かいこの端っこの部分取れないんで、ここはね、普通に鱗かきで落としていきます。よし、じゃあ洗い流していきましょう。はい、それでは鱗落とし終わったんで、頭をね、落としていきましょう。でかいな。こいつね、マジで持つところがない。全部トゲトゲしてて手切りそう。ここら辺ぐらいしか持つとこなさそう。硬っ。やっぱ背骨断ち切れんな。ノコギリでいきましょう。関節には入ってるんだよな。さて、水分を取っていきましょう。ちなみによくね、魚これシガテラに当たるかどうかみたいな判断する基準があるみたいなことを言ってる人いますけど、あれ全部ね、
基本的に嘘です。なんかね、黒いやつは仕方に当たるとか、痩せてるやつは仕方に当たるとか、いろいろ言われてたりするんですけど、あれ全部デマですね。あのサイズが大きいかどうかだけ。小さい方がやっぱ生物濃縮進んでないんで当たりづらいし、でかければでかいだけ当たりやすい。なんでこんな俺が仕方に詳しいかというと、大学でレポートを書かされたからですね。海洋大学ですから。さて、そしたらですね、3枚に下ろしていきましょうか。じゃあお腹側から切れ目を入れていきましょう。こんだけでかい魚さばくんだったら、もうちょいでかい包丁買った方がいいかもな。え、待って、めっちゃ脂乗ってる。マジ？背中側も行きましょう。硬い骨はハサミで行きましょう。おい、黄色っぽいですね、この魚。はい、それでは腹骨落としていきましょう。硬っ、骨。で、ここ肛門があった場所なんで、ここちょっと落としておきましょう。皆さん見てください、ここ脂ですよ。背中の部分もね。うわー、これはいい個体だな。うわ、どうしよう。俺今これなんでこんな悩んでるかっていうと、シガテラって生物濃縮毒なんで、もしこいつにシガテラが含まれてた場合、食べれば食べるほど症状が重くなるんですよ。でもしこいつに含まれてても少ししか食べなかったら、少しの症状だけです。2、3日嘔吐が続くとか、神経痛が来るとか、冷たいもの触ると痛くなるとかね、まあ、神経異常みたいなね、まあ、それがね2週間から1ヶ月みたいな、それが軽症でね済むんですけど、これねガチでね当たると一生ものの後遺症を負う可能性があるんで、少し食べて当たらなかったらもうちょい食べるみたいな、ね、やり方なんですよ。これみんなは真似しちゃダメよ。うわ、でもこれ耐えれるかな。でもちょっとね、今日は一旦味見程度でね食べてみようと思うんですけども、わあ、ダメだな。食べそうになる。耐えろ、俺。YouTube 活動休止になる。5年後にはさすがにファン誰もおらなくなってる。よし、耐えろ。うん、耐えた。いやー、でもね、ほんまにね、シガテラしんどいですからね。神経痛っていう症状が書いてあったんで、あ、神経痛来るんやと思ってたんですけど、あれ、やばい。シガテラの神経痛。骨折れたのに匹敵するぐらい痛かった。朝起きて、骨折れたかと思ったもん。痛くて動けんくなったもん。やばいよ、シガテラは。なのに食べるという。食への探求は止まらないんですよ。だってこんな黄色い身の魚おる？もう絶対おもろい味確定してるやん。よいしょ。で、今日はですね、こちら、鍋と刺身、この2品でね、食べていこうと思います。両方とも2かけずつやな、マックス。で、皮目にも油乗ってる、これが楽しみや。で、ハタはね、この背中のところで身が割れるんで、この割れてるところで一旦切りましょうかね。危ない色してる。で、何回も切るのはめんどくさいんで、もう今日切っときましょう。鍋用の形に。なんかよく、なんでそんな変なものを食べるんですかって聞かれるんですけど、多分ね、みんなが一人5万円の高級寿司ってどんな味するんやろうなっていう、その気持ちとほぼ一緒だと思う。うわ、あの生き物どんな味するんやろうな。蛇ってどんな味するんやろうなみたいな。そんな感じ。普段5万円、俺5万円の寿司は行ったことない。2万円ぐらいだな、行ったことあるの。2万円の寿司までしか食べたことないけど、2万円の寿司ってどんな味なんみたいな。めっちゃ気になるやん。それと同じですね。まあ、あと他に例えるんだったら、行ったことない場所に旅行行くじゃないですか。どんな場所なんやろうなって。あれと同じ気持ちです。まだ未知の味を楽しみにしてるというね。これ見て。皮目の油。これ絶対うまいやん。はい、それではまずはですね、鍋を調理していくんですけども、今回はですね、具材用意しません。っていうのもね、これ、シガテラ毒って水に溶ける成分なんで、煮物にすると、すべての食材が毒化します。汁全部が毒になります。もしシガテラ毒を持ってる赤マダラハタの鍋食べたら、野菜しか食べてなくても、シガテラ当たるんだよ。やばくない？そんな魚です。ということで、今日は具材なしです。で、ただ昆布でね、出汁は引いておきましょう。昆布締めしたくなってきたな。絶対昆布締めしても伸びるだろう。まあこんなもんでいいでしょう。OK。まあ本来ですね、ちゃんとした出汁の引き方があるんですけども、今日はゆるくやっていきましょう。セット。はい、そしたら入れていきましょう。まあ
それほどがっつりはね火を入れる必要ないはずです。あんまりね火入れるとパサパサになっちゃうんで。じゃあ次刺身いきましょう。はい、それでは刺身を切っていきましょう。めっちゃすごくないこの油。でかいんで食べやすいよね。てかなんで身が黄色いんやろ。サーモンとかオレンジ色ですけど赤マダラハタは黄色なんですね。でかい。そしたら皮を引いていきましょう。よいしょ。おお、皮目にもしっかり油乗ってんな。いい身やわ。はい、それでは切っていきましょう。これ楽しみやな。こんな黄色い刺身見たことないもん。完成です。はい、それではですね、完成しました。いただきます。いや、これは、ちょっと胸が高鳴りますね。うわー。いただきます。塩で食べます。これ絶対うまいもん。めちゃめちゃうまいわ。やっぱりね、ちょっとでかいんで、筋っぽさだったりとか、繊維がね、ちょっと硬かったりとかするんですけども、うまみに関しては、魚界でも結構随一、かなりね、レベル高い魚です。これ、シガテラとかなかったら、とんでもない高級魚になってたはず。めちゃめちゃうまいです。じゃあ、刺身いきましょうかね。絶対うまいわ。いただきます。正直言います。バチクソうまいですね、これ。めっちゃうまいわ。かの高級魚、クエのそれなりに個体値がいいやつと同じぐらいうまいですね。味もめちゃめちゃいいし、油もすごい乗ってていいし。で、食感もね、こんだけでかく切ってるけど、そんなにね、筋っぽくない。意外といける。マジか。赤マダラハタうまいぞ。はい、それでは、ごちそうさまでした。シガテラ毒の可能性がある赤マダラハタということで、当たってほしくないな。で、今回食べてみて思ったんですけど、これかなりね、魚類の中でトップクラスにうまい魚です。刺身でこれより美味しい魚はあんまりいないかも、ぐらいうまいです。まさに禁断の味といった感じですね。まあ、沖縄に通い詰めてたら、まあ、月に1本は上がってると思うんでね、食べることもできると思います。はい、自己責任ですけどね。ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは